体喜ぶチャンネル、こんにちは、お元気ですか？管理栄養士の丸尾です。今回はオクラの梅肉おかか和えをご紹介したいと思います。オクラは今年中手に入るようになりましたけれども、もともとは暑い地域の野菜でして、夏が旬のものになります。そしてオクラといえばネバネバしたのが特徴ですけども、これは水溶性の食物繊維が成分でして、これをですね、食事の最初にとってあげると血糖値の上昇も緩やかになりますので、肥満の防止にも一役買ってくれるんですね。今日はそんな体に優しい一品を紹介していきたいと思います。ではオクラの下処理です。オクラは軽く洗って、この端のところですね、を落とします。そしてこの周りの硬いところですね、今こちらの人差し指で刺しているところ、ここを包丁で削ぎ落としていきます。こんな感じですね。この部分ね、のところを、このようにくるんと一周して削っていきます。はい、これでオクラの下処理が完成です。さあ、鍋にお湯を沸かしまして、先ほど下処理したオクラを茹でます。ドン。これはね、色をよく見てくださいね。どんどん緑が濃くなっていきますので、この緑が鮮やかに濃くなった頃が頃合いでございます。はい、だいぶいい色になってきました。本当に短いんですね、茹で時間ね。はい、こんな感じでね、濃くなってきました。これぐらいになったら引き上げてください。さあ、オクラが茹で上がりました。そしたらこれをですね、斜めに、そうですね、まあ、大きさにもよりますけども、まあ3等分ぐらいにこのようにザクザクっと切っていってください。熱いのでやけどをしないようにお気をつけくださいね。さあ、で切れましたら、こちらね、調味料を合わせておいたこちらに切ったオクラを入れていきます。よっと粘ってますね。そしてこれで和えていきます。こちらもね、もう超簡単な一品でございます。でもこの梅の酸味もあってね、食欲湧いてきます。ネバネバ夏野菜のオクラの梅肉、あ、おかか入れてない、失礼をいたしました。こちらに最後ね、おかかね、おかかをふわっとお好みの量加えたら OK ですね。はい、おかかを加えて和えてくださいね。梅肉おかかえですんでね。はい、こんな感じですね。ほい、出来上がりでございます。タン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 、ということで出来上がりました。オクラの梅肉おかかえでございます。これはもうね、ほんと夏の一品って感じですね。まあ、簡単に作れます。茹でて和えるだけ。ぜひぜひ今晩の、もしくは明日の晩の一品に加えてみてはいかがでしょうか。ぜひぜひお試しください。いただきます。